こんばんは。なんかニコニコが動かないので、ツイッチでツイッチにやってまいりました。復活したかな。あ、ダメだな。まこつです。昨晩から不安定なのでニコな。というわけでクロスワード天国をやっていこうと思うんですけれども、今ラグどのくらい来てる来てる。あのね、イゴナマが死んでるんですよ。あれ枠取ったっけ、今日枠取ってたっけ。まずそこからなんだけどね。あのね、だいぶラグ少ないですね。今ね、ラグ低遅延モードにしたの。低遅延モードに今なってる。わりかしツイッチでもいけるかもしれない。じゃあもうこのままちょっとやっときましょうか。ニコ生なんか動かないんで。あ、僕もエラーで入れなくて配信してないです。ニコ生、喋り。はい、ごめんなさい。設定間違えてました。読み上げも聞こえます。音楽も聞こえます。音楽は聞こえるか。読み上げた。読み上げまーす。ニコ生復活したら教えて。ニコ生復活したら配信するわ。何問目だっけ？あ、91問目か。僕も落ちたのでニコニコやってないです。いけますね。低遅延モードいけますね、これは。じゃあ、とりあえずさあね。どうなるかと思ったダブル楽しみにしてたのに。のんびりと、長いねとかやっていきましょう。読み上げ上げていい？読み上げ上げます。あ、ゲーム音下げればいいのかな。まあ、いっか。じゃあまずこれの、どっから行こうかな。縦5文字とか行こうかな。ワコヌーです。ワコツです。縦5文字を見ます。縦5文字は、ジェスチャーですね。おっと、キルキル。あ、自転車だ。あ、違うな。自転車じゃないんだ。なんだこれ。綱渡り？綱渡りかな。自転車じゃないか。黒点だ。黒点です。ニコ生復活したらニコ生でも配信します。それまでのんびりとこっちで遊んでましょう。綱渡りっぽいね。綱渡りっぽいですね。まあ一応綱渡りキープで。あ、で黒点あざす。ここの横が綱渡りだったらワースタートだから分かりやすいはず。和で始まる単語なんてそうそうない。ないよね。和、ワンコとか、まあ、和菓子。え？あ、輪ゴム。輪ゴム。あ、ごめん、あの。言霊見に来ました。輪ゴム。輪ゴム。輪ゴムですね、これ輪ゴム。これ輪ゴムでしょ。綱渡り輪ゴム良さそうだね。一応ここの横も見とこうか。あ、違う。ここの縦見ちゃえばいいな。あ、ここの横か。綱渡り輪ゴムっぽいよね。で、ここが、つで始まる。あ、もう入れちゃおうか、綱渡り。いけるね、これ。綱渡り。正解。ってことは、ここ輪ゴム。いける。調子いいんじゃない？キルっていうのは読み込みか。読み込みです。UMD がね、キラキラキラって、回ってる。え？え？なになに？え？なに？なに？こっち持ってきて。卵かな？卵割ってる？月見そば？月見そば。ああ、なるほど。卵を割って食べてる。あ、月
き味噌場か。なるほど。つの始まる卵。卵では間違いないよね、あれ。多分。つの始まる卵を使う食べ物。しかも割ってすぐ食べるもの、つき味噌場か、やっぱり。一応縦確認しよう。ここの身で、身で始まりそうな縦。みーなんとかむーなんとか。え、こんな単語ある。み、水虫か。あ、水虫だな、これ。水虫、水虫だね。水虫触っちゃいけないと思うんだけど、手で。どうなの、水虫って手で触ったらやばいんじゃないの。手に水虫って手に移ったりしないの。水虫のね、システムが分かんない。でも俺は月見そば水虫でいいか。じゃあ月見気に広げてる、わらそば。あ、月見そば。これは農家、農家、農家。これは農家、間違ってない。わらわら、じゃあここ埋めちゃおう。そうなんとか、そうなんとか、そう。あー、空が綺麗みたいな。多分空だよね、これ。空、ずら。ずら？ずら？ずらのジェスチャーって。空、ずらか。ずらって。ああ、ずらだ。わらわら。ずらって日本語なの、まず。か、ずら、わら。ずらってさ、言葉として正しい言葉なの。わらわら。かつらだよね。カツラがなんでズラになるんだろう。カツラだからズラってつに点々なんじゃないの。そう、今思ったのに。まあこれ見よう。死の4文字。死、メニュー。ズラってつの型だと思ってた。いや、つの方だと思う。カツラでしょ、ズラって。カツラのツラでしょ。つに点々。あー、ニコ生復活してる。配信しよう。ニコ生が復活しております。じゃあ、配信設定を。忖度しすぎなんですよ。ユーザーがなんか、あの、綺麗な画面がいいな、じゃあ綺麗にしますと。スマホだと見れるらしいけどね。そんなんじゃないんですよ。ニコ生はそんなんじゃないですよ、ね。こうね、時代が進めば進むほどそうなってくるよ。このチッチと変わんない。実験放送の影響なんかな。あ、そうかも。実験放送してるってなんか言ってたね。じゃあもう一回見よう。
もうこう背の背じゃない、死だ、死の4。飛ぶ時はいいぞ。死の4。でもすぐエラーですってなるよ。ツイッチでいいんで、ツイッチで。あ、ニコ生の悪口言おうか。ね、あ、いや、終わってからにしよう。この、ね、あの、クロスワード天国しばらく遊んだら、ちょっとニコ生の悪口を言う。実は、んと西日本で障害中なので、その影響かもしれない。匿名性が。匿名性はいいね。いいとこ。むしろ、ツイッチになんで匿名性がないのか。これ、本だよね、これ。本を開いて。ニコニコの悪口はまだ早い。いや、ニコニコの悪口からこんばんは。違うんですよ、あの、本当にね、悪口を言うのは好きだからなんですよ。ニコニコ好きだけど、この間っつが完全に残ってなかったのだけは元、イカヤくん。ニコニコが好きだから悪口を言うんです、うん、好きじゃなかったら別にニコニコどうでもいいから、悪口も何も言わんで使わないだけなんですよ。単純にね。え、これでなんだ、これ本を、本棚から本出して開いてるのかな。1巻目。2巻目、あ、シリーズ的な、これ。いや、わかんねえな。シリーズ。シリーズじゃない、これ。まあ、こっちから攻めよう。こっちから。ちょっとわかんないから。シリーズのような気がするけど、ちょっとね、浅いんだよね。下文字立てがどうなるかシリーズ。そう、浅いからね。うん、今日は茂ってない。お金うちはなんかむちゃくちゃですよ。せ、分かってて借りたんだろうが。そんなことだ。調べる。10日で1割なんてむちゃくちゃですよ。せ、分かってて借りたんだろうが。10日で1割って言ってる。利子だね。利子。と1。利子。あ、死の、死の盾。利子。と1。と1。ふ、なんか何これ、汁これなんか、なんだろうね、この正宗くんがアップになるだけでちょっともう面白いんだけど、俺正宗くんアップだみたいな。下下下か、猫舌、熱そう、熱そうだね。横の4見よう、ここ。ここの横の4を見て判断しよう。暑いのか辛いのか。え？え？枠があって。え？全然わかんない。なにこれ？たこ揚げ。たこ揚げ？たこ揚げ。あー、これタコあげてんの、タコ、ヘタ、ゼスチャーヘタ、なんでわかんのこれ、上がってるかんない、わらわら、すげえな、確かにタコあげかもしれない、タコあげ、タコあげ、タの予測がなきゃ絶対無理だ、わら。でも下からのタコ揚げっていう、タ前提の予測でしょ。もしかしたらこのタコ揚げじゃない可能性もあるから。走らないと。走らないと。タコ揚げならちょっとは走れよ。タコ揚げじゃない可能性も残ってるから。タコ揚げと言われてから見直すレベル。わら。ここ、ここ、ここ。ここ見てみる。で、ここで、あの、あで終わりそうな言葉だったらもうタコ揚げでいいと思う。え、このぐらいの大きさのものを、はいって何、え、わらわら、え、何、もう無理、わら、無理だなこれ、むずい、むずすぎでしょ、なんか投げた、なんか投げた、で、あのちょっと太めの大きさのものをこうクイッて上に上げてる。リニア、
じゃない。真ん中にちょっと振ってやってる。嘘でしょ。あのシリーズリニアね、シリーズからの逆算してリニアか。このあのリニアモーターカーのこの車体の形、車体の形でこれが浮いてしゅん。リニアだったら怒るわ。だからあのこう車体が浮いてしゅん。新幹線かなとは思ったけどリニアか。わからんわ、わらわら。まさむねー、わらわら、わらわら。すごいな、わらわら、わらわら。すごいなぁ。え、マジで？わらわら。マジでこれ。マジでリニアなのこれ。なんだろう。なんだろうこれ。これを、まさむねくんのためにはね、これを理解してあげない方がいいんじゃないかっていう気持ちはあるんだよね。上の横は尻になるのか。和骨だからここがシリーズってことでしょ。シリーズ、シリーズはまずあったの。横は何だったの。これがリニアだと上の横シリーズなんですよ。花んだ本持って、あこれ1巻です。でこう別の本取って、あこれ2巻です。で、あこれ本持って、あそれを引いて三巻ですみたいな、シリーズかなみたいな。じゃあここの縦を見てみる。すごいわ。ここの縦伸ばし棒で終わるはず。見なかったことにして、あキーかな、キーかな。キーかこれ、キーか。わかんないなって思ったけど、キーか。なんで最初正面向いてたの。ガチャガチャで刺して回して、まさのくんなんでこっち向いてんの最初。最初なんでこっち向いてんの。でもさそうだね。じゃあ尻、むしろなんで横向いたの。尻、じゃあ左手で隠れてる。タコ揚げ、タコ揚げ、タコ揚げ。鍵を掲げてから刺すのね。ここは合ってる。じゃあここマジリニアなのこれ。空き巣かもしれない。これマジでリニアなのこれ。これ答え分かっても納得がない。空き巣っぽかったね。空き巣、確かに自分家だったらね、鍵刺す前に試さないんだ。リニアが濃厚になってしまった。わらリニアって言えるよ。シュンってわら。うわーマジか。マジか。あれリニアか。あそうか、リニアが出てない。わらリニアか。起き上がってから横に進むあれか。わかるわ、わかるわ。ってことはここは、ここはキーってことね。開かないんでキーを刺す。いやキー持ってんだったら開かないの知ってんだろ。キー正解。ここの横はいいか。縦、じゃあ縦4なんですよ。なんとかなんとか図なんとか。なんとかなんとか。え？早い。なるほどなるほどなるほど。終わった。これはあの具を入れて、巻き寿司、で巻海苔を巻いてって。実際は巻き寿司だねこれね。巻き寿司。ああいけた。あでも リニア以外は簡単だったんじゃない。いやたこ揚げもちょっとあれかな。リニアたこ揚げがちょっとね。あでもいけなくはない。なかなかリニアよくわかったな。そうね。
なんか正宗くんに近づいてきたのかな、我々も。正宗くんとの理解度が、正宗くんの理解度がどんどん上がっている気がする。たこ揚げ分かった人すごいと思う。難易度高い。わかんねえよね。たこ揚げっぽくないもん。下手すぎるでしょ、あのジェスチャー。92問目。これは終わるのかな？あ、壊れた。あ、壊れてない。え、7文字？キュルルル。7文字だ。わ。7文字？ 7 文字？増えた。じゃあ、とりあえず、7文字。7に増えた。え？え？なになになに？なに？え？なにやってんのこれ？何やってんのこれ？ポールダンスに見えるけど、フォークダンス？ポールダンス？フォークダンス。あ、フォークダンス？社交ダンスじゃないよね。横行こ？フォークダンス？でもテーマと違うよね。フォークダンス。いや、テーマ、いや、テーマと違うのも入りますよ、それ。こんだけワードもあるの。このゲームって、小さいあとか、小さいおとかあるのかな。小さいおはないんだ。じゃ、フォークダンスあるんだ。まず横見よね。横見と。食べて。え？え？何？つまんで。匂ってる？食べて。匂ってんのこれ？食べてない。パクパクしてる。ポテトチップス？ポテトチップス？マジで？ポテトチップス？フライドポテト？ポテトチップス？食べてるだけ。じゃがりこ食べてるようにしか見えない。そう、あのポテチだとしたら小さすぎない？小さいよね。わら。左手で持ってるのがあれ、じゃがりこだよね。じゃがりこレベルだよね。フライドポテト、確かに細長いもの持ってるように見える。フライドポテトあるな。フライドポテト、うん、マックとかそういう感じのポテト。フライドポテトの方かな。フライドポテトあるね。プリッツかもしれない。プリッツかもしれない。フォークダンスフライドポテトなの。じゃあ。フライドポテトならありそう。左手がマックのポテト持ってるように見える。じゃあこの辺を確認して合ってるかどうかちょっとチェックしよう。ここの縦。なんだこの難易度。俺の知ってるクロスワードと違う。ラっぽいやつ。優しいとこお願いします。わら。吸ってるように見えたから細いものかな。いやクロスワードですよ。ラク？わらわら。わらわら。ラフとか。ラフ。わらわら。いや、ラクには見えねえぞ。首がいっちゃってるもん。首がゴゲーって言ってる。ラフ？辛そう。だらけてる。だる？じゃあここの横。仮にフォークダンスフライドポテトだったらここはオだから、ここの横を見よう。奥歯楽？え、じゃあ縦が楽で横が奥歯ってこと？虫歯？虫歯？
虫歯はどうなんだろう。今までの過程からするとここのマス目がラだからラシはちょっと多分違うんですよ。なので奥歯だとして過程でね、過程でフォークダンスフライドポテト楽奥歯だから、フライイイバイバなんとかだったらもう全部入れよう。これここがイバなんとかだったら全部入れよう。入れてかないの？入れる。イバ、イバラ？イバラ？なんだよそれ。イバラ？わらわら。このジェスチャーなんだよ。イバラ、イバラ、イバラ、わら、トゲトゲだ、わら、トゲトゲしてる、トゲトゲしてる、トゲ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 、これイバラか？いて、わらわら、じゃあ全部入れよう、全部入れます。わらわら、最後にトゲトゲ、わらわら。まずここがフライドポテト。かわいいな、わら、うねうね、これはなかなかの名演、これは来たな、早速お腹痛い、わらわら、トゲアピール、わらわら、最後に痛そうな動きしてたね、軟体動物みたいな、わらわら。フライドポテト。手首の動き、わらわら。相変わらずジェスチャーのセンスすごい、わらわら。横の横なんだっけ？横の横なんだっけ？これ、あ、奥歯、奥歯、奥歯。奥歯。ここが、イバラね。で、ここは、これ結局じゃあフォークダンスで合ってるのこれ。フォークダンスで合ってるのこれ。すげえやる気ねえけど。はいーって。最後ジャンガジャンガやってない。本当にフォークダンスこれ。もっと楽しそうにやろうよ、わらわら。今収録後の方だったんだろうね、これ。ペアの人どこ？オクラホマミキサーかな、わら。じゃあ、じゃあフォークダンスで。やらされてる感がすごい。正解。フォークダンスを最後に踊ってから何年も経ってるから。正解。次どこ行こうかな。ラの横とか見てみようか。ラから始まる5文字。あ、違う。ラから始まる5文字。頭の文字がやっぱりまっすぐいいよね。茨のやる気との差がすごい。賭けだよね。賭け事だよね、これ。茨は多分、1本目の収録だった。前に見たことあるジェスチャー。ラスベガス。ラスベガス。ラスベガス。あ、なるほど。はい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 。ラスベガスね。ラスベガス、なるほど。なるほどなるほど。確かに。ポーカーよくわかるな。よくわかるな。いや、ラで始まってもわかんない。すごいな。なるほど。まあ、ラスベガス入れちゃってもいいかな。最後チップスを取りしてる。一応確認しとこう。ここ。ここを一応確認してそれっぽかったら入れる。とから始まるとこ。とから始まる5文字。配ってる？挟んで食べた。トースター？どこかで見たぞ。パンを入れてガチャンって入れてスパーンって飛んでくる。あ、トースターだ。はい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 。なるほどなるほど。トースターにあれね、ガチャンってこうレバーを押し込むタイプのトースターね、これね。あのタイプのトースターって今あるの？なんかね、今トーストって。飛んでたところで止めろよ。トースターってさ。
ってる人いるの？なんかね、トーストは出るの早い、わらに同時に出るはずだけど、わらなんかオーブンみたいなんで焼くようなイメージ。でもあのタイプのトースターきっちり焼けて好き。こんばんは、はかどってますか？はかどってます。今日はマサムネ君との意思疎通ができてる。トースター、じゃあここ行こう。慣れてきたね、みんな。巣の4文字、巣で始まる4文字。慣れてきたね。はがどってるのが不思議なぐらいの難しさなんだけどな、これなんだよこれ。投げた。なんか投げた。え、もう一回。あ、待ってって感じ？え、違う、もうちょっとこっち見て。え？スカウト？スカウト。本当？なんでわかるのよ、わら。あ、ちょっと待って。ちょっとこっち来てって。これでよくわかるな、わらわら。いや、スカウト。え、いやいや、これもよくわかるなというか、もうなんかなんだろうね。マサムネピーカ、この中に本人がいる。スカウトだとしたら最後失敗してるっぽいよね。マサムネ君は、いや、スカウトだとしたらマサムネ君が下手すぎる。ダムを見てみよう。ダムを見てみよう。サムネ君のジェスチャーが下手すぎる。名刺を。オッケー。あ、いいよ。だってなんで。だってなんで。考えてオッケー出してる。考えてオッケー出してる。大爆発だ。考えてオッケー出してるだけだよね、これ。わらわら。ここから攻めていこうか。ここを2文字開ける。妥協。あー、なるほど。団子。妥協ありそうだね。一応じゃあここ2文字を入れてみる。くの横を見る。くの横。妥協。く。あー、なるほどね。これはあのこういうので髪を溶かして鏡見ながらっていう、これ櫛ね。これは櫛。これは櫛。妥協だとしたらこれは縦は式になるんだね。これ式。久しぶりに意味がわかるものが来てほっこりした。ああ、指揮してる。あ、じゃあ妥協か。妥協、横妥協か、これ。わらわら、指揮、妥協か、おう、わら。まあまあそんぐらいで OK ってね。わら、妥協、指揮だわ。おう、みんなすごいな。すごいな。なんかジェスチャーしてる。指揮って言われないとわからん。わらわら、まあ妥協してあげよう。え、スカウトなの本当に。え、これさっきの本当にスカウトなのこれ。最後何なの。最後何なのこれ。失敗したの。演技力よ、わら。どう見ても客引き失敗してる、わら。途中綱引きしてるな。スカウトというか犯罪だよ。変えられたんでしょうね、わら。スカウトでなんで綱引きしてるの。あ、ちょっといいですか。あの、ここからあの、ベの盾から攻めてくる。こっちからちょっと慎重に行こう、慎重に。あ、そう、なんかエロいものを想像させるんだが、わら。ベ
あ、ベルだ。なんでジェスチャー成功しなかったの？わら、ベル。なんか見たね、ここで。前も見た。キリリリリン、前に見た。わら、なんとねだベル。カルってなんだ？カル？カルって何？カル。いつもの。わかってる。しばかってしばかってる。勝ってる。わら。しば投げんだよ。わらわら。わらわら。しば投げんだ。見たことある。わら。まあ、わらわら。草刈りってる。またこれだ。わら。見た見た。無理やりすぎる。わらわら。見た。わらわら。わらわら。じゃあスカウトかこれ。スカウトか。もう少し短めに買ってほしい。スカウトか。軽い意味ないぐらいの長さに買ってるよ。じゃあ巣から攻めてこようか。巣から。巣から攻めて。なんだこれ。なんだこれ。スワン。スワン。本当。スワン。本当にスワン？これ。スワン。わらわら。スワンか。本当にスワン。スワン。ていうか、本当に正宗くんを理解し始めてる。スワンを演技する人間初めて見た。スワンの演技これかな。これか。なんかね、ガチョウって感じするよね。カモとか。スワン感ないよ。これこれ。じゃあ、ここを見ればいい。ここ、あ、ここ音だ。ここを聞けばいい。スワン交代してない？俺たちがまさむの君だ。うわぁ、素敵な雰囲気を感じた。余韻、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 余韻なのこれ。わらわら。なんでわかんの？わらわら。いや、まあスワンから逆算しての余韻なんじゃん今の。余韻とはみんなすごいな。わら。スワン合ってんのかな。スワンから逆算したら確かに余韻なんですよ。逆算すぎる。わらわら。確かに余韻だけど思ってた余韻と違う。わら。何もなかったらエコーとかにしそう。じゃ横を見てみよう。余韻ってなんかもっといい感じのイメージが。で、糸なんとかだったらもうこれは入れていいでしょ全部。糸なんだろう。糸。私の知ってる余韻とちょっと違う。わら。あ、2文字分かってても全然分かんない。なんだこれ。え？わら。え？糸巻き？え？巻いてる？あの中腰なに？スワン余韻違うんじゃないこれ。難易度高いな。わら。いや、スワン余韻が間違ってる可能性ある。最後何？もう一回もう一回。頭に掲げて、これと、これを持ってる。見る遅れ。持ってる。サイン。でもあのあーで余韻以外に何かある？なんだろうね。よ。わかんねえなぁ。じゃあ、こっちから線、こっちから。立てるよ。伸ばし棒から伸ばし棒から攻めていこう。またキーとか出てくるぞ。引っ張って見て。長い長い。ああカーだ。本当最後なんだよ。最後俺ハンドル握ってんのか。これガチャって開けて乗り込んで
ミラーチェックして、シートベルト締めて、ハンドル握って、ドア閉めてない、カーね。ドア閉めろよ。カから、カから始まる3文字だ。確認しましょう。座るタイミングおかしいやろ、わらわら。最後に座ってるってね、わら。ドアもなんかドアノブついてた。管理。これと、あ、これそっち、あ、これはそっち、いいね。あ、これは君だよ。って、管理？カルテ？カルテ？あー、どっちもありそう。管理、カルテ。ありそうだね。ワコテン。ワコテンです。また、ここの横を見よう、もう。ここの横。下の横3人か。下の横3人。あ、音だ、これ。この図をご覧ください。現在の弊社グループの部署別の図です。グラフじゃないな。組織。この図をご覧ください。現在の弊社グループの部署別の図です。会議。ノルマ全部あるな。全部あるな。じゃあここの縦を、この縦を見よう。やべえなこれ、わら。やばいな、埋まんない。え？ぐにゃぐにゃして？え？え、なに？ぐにゃぐにゃしてて、お腹が、うっ、これまた、わらわら、ちょう、え、お腹どうした、下痢腹、へそ、へそ、お腹が、う、わら、全然わかんない、へそ、雷か、雷、あー、雷、雷か、へそか、雷が、あえそ、ゴロ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 、ドンピシャー、あ、おへそ、隠さなきゃ、わらわら、へそ、あ、そう、いやでも今までで一番納得いく、なるほど、わら、そんな連想させるのか、わらわら、あのスワインより、雷にスピード感じない、スワインよりアギエ、へそ隠してるのかな、両手で雷新しいわ、じゃあへそ、わら、え、じゃあエコエンなの、わらわら。正解。え、糸編？糸編？横。雷の表現もうちょっと、わら。糸編、わらわら。糸編？あ、糸編だ！糸編だ！糸編だわ、わらわら。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 ダブル。糸編だ。なるほど、わらわら。わらわら。あ、わら。ほんとだ、わらわら。あ、わらわら。わらわら、糸縁、わらわら、すご、わらわら、糸縁バッター、いざ、糸縁だわ、わらわら、わらわら、なにそれ、わらわら、糸縁、わらわら、わかったー、文字だー、まさかの、わらわら、天才がいる、わらわら、わらわら、声出して笑った、糸縁をジェスチャーさせんな、わらわら、文字をジェスチャーするとかすげーな、わらわら、わらわら、いやー、すごいなー、すごいなー、まさむねくん。すごいなぁ。じゃあこれは管理でいいのか。監視か？右下は監視。あ、監視。あ、なるほど。管理じゃなくて監視。組織か。で、監視で。ごめん、ちょっとわからない。この図をご覧ください。現在の弊社グループの部署別の図です。で、組織。監視、組織か。もう一回見よう。これいいわ。いや、あの、言われないと絶対わかんないね、これ。絶対わかんない。じゃあ、組織入れましょう。
できた。強かったな。手ごわかったな、これは。もうちょい書き順に近ければ分かりやすかったかもしれない。一応書き順通りなんじゃない？あ、違うな。最後の点をこう、点を最後にグッてやってるから。違うな。まさか糸編をジェスチャー左折とは恐るべし。じゃあ、第93問目。行きましょう。これも戦い。難易度上がってきたな。一問あたりのボリュームがすごい。じゃあ横がジェスチャーなんで横からいきましょう。7文字で。ちまきしてる。ねじりはちまき。あ、ねじりはちまき7文字だ。ねじりはちまき。ねじってる。ねじってたよ。ねじりはちまき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 。ああ、ねじってるねじってる。ねじりはちまき。ねじりはちまき。早い。ねじりはちまき。はちまきしか分かんなかった。ねじりはちまき。みんなはやない。無道さんクロスワー。ねじってた。確かに左右逆に回してる。ねじってる。はあ。ねじりはちまき。一応確認しとこうかな。縦のねじらし巻き間違いないと思うんだけど、これは一応縦の音など聞いとこう。ねえ君が爆弾仕掛けたんだよね。目的になんない？強し！今の後で考えよう。これちょっと分かんないからねじらし巻き入れよう。これは強し。わらわらネゴシエイター。なんでわかんの？ネゴシエーター。あ、確かに。ちょっと待って。強し。え、ちょっと待って。強し、しっかり。あ、これじゃない。違う。ネゴシエーター、確かに。ネゴシエーター、ちょっと待って。もう一回確認していい？ネゴシエーター。ねえ、君。君が爆弾仕掛けたんだよね。目的になんない？強し！最後の犯人の親か。強しって、親を呼んだんだよね。なんでわかんの？これ間違いなさそう。強しがみそか。さすがに無理があるんじゃ。わら。ゆうすけの。ゆうすけサンタマリアのやつ。わかんねえ、見てないから。一人二役、わらわら。ゆうすけサンタマリアだからか。交渉人、わらわら。じゃあ、ねじりはちまき入れますか。小ネタ入れてくんな、わら、プスマ。あ、交渉人の下整備、わら、の下整備、わら。ねじりはちまき。ネゴシエイターあかな。ネゴシエーターって伸ばすのかな、これ。まあ、ネゴシエーター入れちゃおう。伸ばすんだな。ネゴシエーター。あ、ちょっと待って。間違った。正解。ネゴシエーター。わらわら。エーターン、わらわら。タン、わら。ネゴシエーターン。ネゴシエーター。エーターン、わら。エーターン、わら。なんか大人が多いな、ここ。どこ行こうかな。謎ばっかりなんでね。どうしよう、ここの横3とか見てみようかな。横3。若すやるじゃねえか。おめえもな。ライバル 5？ ごめん。やるじゃねえか。おめえもな。聞いたことある。互角？
実はここは時価なの。私、値段が書いてなくてお皿が回ってないとこ初めて。あ、時価だ。はぁ、いや、互角よくわかったね。互角時価だ、時価だ、互角、時価だね、これね。じゃあ竹のりはリクエストか。はぁ、時価、じゃあ互角よくわかるね。リクエスト、もうこれ答え知ってるだろう。さて、俺も回ってない。リクルートかもしれない。さて、ちょっと俺は近所に回ってるうまい寿司屋があるから、今回ってるけどうまいからいいんだもん。いいよね。えい、次のあがきは新宿のチョコパンさん、いつも見てます、ありがとうね。はポチンタンの雨の大久保、ヒルゴー。ポチンタンの雨のリクエスト、リクエスト、リクエスト、完全にリクエストだな、わら。ピオとわらわら、ピリクエストだ。じゃあここもいけそう。ピになってる。ここいけそう。え、まさむね、君元気だから最初の方かな。大人ぞとは、わらわら。ん？エキストラ、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 エキストラ。え、最初何、いないみたいな。最初何の字したこれ。え、何？なるほどな、一般通貨客。これは最初が主人公的な、これ主人公でなんかめっちゃ演技してるところの後ろを通っていく人みたいなってこと。その後ろの通行人ってことか。エキストラ、あ、そう、なるほど。じゃあここが戸だと仮定して、この盾を聞いてみる。カチンコじゃない、カチンコなの。豆腐の原料ってなんだっけ。主役の後ろを歩いてるね。豆腐の原料ってなんだっけ。いや、エキストラだとしたらなんとかとなんだよ。豆腐の原料はなんとかと。謎のイケボ、大豆、大豆じゃないの。だから豆とか大豆、にがり、にがり、エキストラだとしたらここはなんとかとなんだ。豆腐の原料ってなんだっけ。なるほど、ソイカ、二文字なら豆、ソイカ。え、そこの横見てみます、豆、ソイ。いや、ソイだとしたらここはイに、ここはイになっちゃうの。ここは、ここのマスがソイだとしたらと合わないね。そうそう、エキストラと合わないんですよ。横見てみる。そうね、絵の横を見てみる。絵の横、脱いでる。長い長い、何何何何。上のエモンかけ、エモンかけ、あー、なるほど、はい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 、エモンかけ、エモンかけ、エモンかけは出ないわ。エモンかけあるね。え、じゃあ原料、じゃあここ元ってこと。あ、エモンかけって豆腐の原料ってなんだっけ。あ、そういうこと、原料って言わんな。なるほど、原料だから元ってことね。エモンかけ元エキストラ、あ、これ入るわ、入る入る入る。すごいよく試されてる。エモンかけはパッと出てこない単語だよね。わら、確かに脱いで、脱いで、でこう、こう通してかけて、おー、エモンかけ、エモンかけ、オイル
元でエキストラね。すげえな。じゃあここの盾いけそうだな。あ、ペロリン。この盾さっといけそう。金券、金券。今月残り105円。ほとんどハンガーって言っちゃうからね。そうね、ハンガーって言うからね。金欠か。金欠、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 もう血も見えてるな。これなんだろう、チキンライス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 ありそう。これケチャップご飯ちゃうんかお前。わらわら。なんか。ダブル。わらわら。わらわら。ケチャップご飯。わらわら。チキンライス。チキンライスですね。チキンライスでございます。ケチャップご飯ではございません。わらわら。そうだよ。わらわら。謎の関西弁。ケチャップご飯ちゃうんか。ケチャップご飯って何？わら。卵かけろよ。鶏肉は入ってなかった。チキン入ってなかったのかな。じゃあ、もう食っちゃうな。チキンライスってオムライスの中身？そうそうそう。そんな、大体そんな感じ。どこ行こうかな。もう横行っていい？いいの荷物。鶏肉が少なかったんだな。オムライスの中身だよ。いい。なるほど、わら。椅子。これ椅子。え、ここに椅子があるのに、ここにも椅子作っちゃうの。いいの。ちなみにハムだとケチャップライスって感じ。椅子。シンプルすぎて疑うわ。椅子。疑うよね、これね。シンプルすぎて。一応ここを確認しとこうか。椅子だとして、巣で始まる3文字だから。サトシは泣いた。生まれて初めて悔し涙を流した。それは100対0という野球ではありえない得点だからでない。自分たちの不甲斐なさに泣いたのだ。何言ってんかわかんない。何の話してんだこれ。なげえ、わらわら。何の話してんだこれマジで。無駄にドラマチック。100対0、わら。サトシは泣いた。生まれて初めて悔し涙を流した。それは100対0という野球ではありえない得点だからでない。自分たちの不甲斐なさに泣いたのだ。スコアなのね。なるほどね。ゴールドしてやれよ。ゴールドしてやれよ。スコアか。入れちゃっていいかな、これ。まあ、椅子がほぼほぼ間違いないんでね、多分ね。の4文字が分かれば分かるわけ。じゃあ横見てみる。打者一巡どころじゃないな。先に横見てみる。人数足りない野球試合か、わら。え、すっぱだか。え？わらわら。え？なに？わら。なに？全然わかんない。なんかブラジャーしてるね。ブラジャー。全然わかんねえ。わらわら。女の人なの？露出狂、露出狂。ミスコン？ミスコン。わらわら。ミスコン。あ、それ、それかも。ミスコン。ミスコンでスコアか。こんばんはど。なるほど。ミスコンか。ミスコンか、わらわら。一応、じゃあここの盾を確認する。ミスコンっぽいけど。ミスコンだとしたら歩き方ひどい。同じじゃねえかよ。ミスコンって、あ、横見てるわ。同じだ。ごめん、僕のミスだ。同じの見てた。ミスコンだ。わら。ちょっともう、なんかね、同じものをやってるのかと、ちょっと。ごめん、あの、まさむねくん、ほんとごめん。ミスコンっていうか露出狂かもあった。露出狂あったよね。
花かなこれ。わからない。花？わからえぬ。生えてる？右。にまる？ミキ？ミキってそこ？ミキってそこ？枝じゃないの？どっちかというと枝。枝だよ。枝に見えた。枝だよ。これは木だとしたら、そこにあるのは枝だよ。あの横に文字開けてほしい。あ、横に文字じゃ見よう。横に文字。わからなくなっていく。いや、あの、脇だとしてもなんか余計なジェスチャーがすごい多くない？仮に脇だとしてもこれ何やってんのこれ。脇触って、あ、その酒かん何、その酒、そう、その酒かん何、あと最後になんか出してるの何なの。くすぐられてるってことじゃない？くすぐられてるの？くすぐられてる。なんだ、やめてやめてやめやめ、最後何これ。もうやめてよってか。最後なんか両手でポンってやってるのは何？え、脇？これ。なんかしっくりこないけど、でもこれもう全部見て入りそうな感じするから入れるしかないよね、これ。ミキはすごい納得いかないんだけど。脇、ミキ、ミスコン。だってミキじゃないじゃん、それ。ミスで入るけどね。入るけど、これミキじゃないじゃん。枝じゃん。まさめくんミスった感じ、これ。最後のなんなんだ。どう見ても枝。枝だよね。今入れるしかない。気づいたら放送戻ってた。なの？本当にミキなのこれ。本当にミキなの？納得いかん。本当にミキなのこれ。本当？枝。ミキ、それは違うじゃん。わらわら。枝じゃねえかよ。マサムネ君ただの。枝なんだよね。わら、ミキなの。枝だな。まあ、スコアね。枝だな。枝だよな。何度見ても枝だよな。枝が生える場所ってこと？幹。枝だね。うん。幹がいるぞ。た。修正パッチはよ。もしかしたら胴回りを指してるのかもしれない。タコ。え、タコこれ。あ、海洋生物の方のタコ。タコ？わら、タコの方、タコだとは思うけどタコか。え、海洋生物の方じゃない？タカかと思った。ジュディオング。タカじゃないこれ、タカ。足の表現とかないんだ。わら、タカか。タカじゃない？鳥に見える。最後。踏んづけている。ジュディオング草。鳥の形。タカでしょ。これ最後だってなんか爪でこうなんか取ってんじゃないこれ、ベッってやって。獲物取ったのか。獲物取ったんでしょ。獲物捕らえてるのか。タカだわ。タカ。タカ。タカ入れます。正解。タカじゃない。なるほど。わら。いけた。でもワンミスした気がする。あれ、入力ミスだったっけ。あ、ネゴシエーターだけか間違ったの。じゃあノーミス、ノーミス。888。いける。パチパチパチ。いける。いけるけど。あ、進化した。さらに進化して、携帯が変わりました。意味がわかんない。888。もうすぐ100問だ。あ、94問目いきます。人間に戻った。人間に戻ったね。これ宇宙人のまんまなんじゃね？進化してるのか。進化してるみたいです。休日の過ごし方。
とりあえず7文字を。7文字の言葉ってそんなに数ないから意外と簡単だったりするのかな、逆に。はい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 、わかったわかったわかった。ジグソーパズル。そうね、ジグソーパズル。これはジグソーパズル。ジグソーパズル。ジグソーか。ジグソーパズル。ジグソーパズルだよね、多分。これは納得ですわ。これは納得。一応もう一回見よう。こう枠があって、コマ見て、ジグソーなのかジグゾーなのか、そしたら右端がルノナなのか、っていう。ジグソーじゃないの？え、ジグソーパズルってあのソーで切ったからジグソーなんでしょ？違うの？僕勝手にそう思ってたんだけど、多分ジグソーのパズル。ジグソーだからジグソー。確かその枠、そうです。ジグソーっていう道具。ジグソーってのがあるの？糸のこぎりがジグソーだったかな。糸のこぎりのことなんだ、ジグソーって。なるほどね。ということは、縦の。ジグソーとは工具であり、電動のこぎりの一種である。縦の7文字がルで始まるの？ルで始まる言葉の7文字の言葉なんてある？ル、留守番電話。留守番電話、あ、留守番電話留守番電話合ってるわ。ルー、大芝、あ、留守番電話だわ、これは。合ってた、わらわら。合ってるわ。あ、すげえ、わら、え、超能力者、ダブル。いや、ルで始まる7文字のことはなかなかないから。まさむねくんと波長が。まさむねくんと波長が。見る前に、わら。多分そうだよね。これはキプレイか？あれ？ですか？さてはおめえプレイ済みだな。わらわら。この辺ちょっと確認しとく。音だな。音でいいか。留守番電話っぽいけど、ちょっと一応確認しよう。もう場で終わりそうな4文字を。へえ、当店自慢の一品です。江戸時代京都から伝わり、刀の鐔に似てるところから名が付けられたどす。だるそうな感じがね。パチンコのジェスチャーうまいねあのこのすごいだるそうな感じ、ね、だるそうな感じが。いや、パチンコ入れましょう。パチンコ、ね、パ
コのジェスチャー入れて、ジェスチャーやってって言われてさ、パチンコのモーションがパチンコやってる人だわ。そう、スイングとかなんかそういう感じじゃないパチンコをやるんだよね。おさむらくん、スイングショットの型にいかないのがさすが。さすが。じゃあこっちちょっと短めだから先に読めちゃう。リアリティありますね。リアリティありますよね。あのだるそうな感じ、これだるそうな感じ、すごいリアリティあるんですよね。あのじゃあここ行きましょう。じ休日通ってそう。はい、よく見るように。この液をこれに混ぜ、ボン。もう4時間通ってる感じ。はい、よく見るように。この液をこれに混ぜ、ボン。実験だね、これは。実験なんか、分かってるけど。この液に混ぜ、ボン。爆発しちゃった、わら。け。敵を爆破するのかと。これ蹴りかなんか。蹴り。わら。回し蹴り下手じゃん。蹴りなの。いやー、いいですね、この素人さんに。素人さんにね、わらやらせてる感じが、ね、足上がってない、わらそれが蹴りなの。みんな自信なさそうなのが、わら当たらなさそう。なぜ回したのか、わら軸足楽じゃない、普通に蹴ればいいのに、わら普通に蹴ればいいのに、無理に回し蹴りをやろうとしてる。蹴り正解。ここその2文字サクサクいけるよ。嘘だろ、わらいける。いや、正宗くんだからしょうがない。そう、竜巻旋風足。あ、これはソリかな。ソリっぽいね。ソリ乗って滑る。まあソリでしょうね、これ。サクサクいきましょう。大爆発の人だからしゃあない。あ、しょうがない。じゃあ、そろそろでっかいところ行こうか。この木の四文字を見ます。木で始まります。本見てる、これ。本開いて読んで切り札。あ、本じゃないこれ、切り札。あ、カード、これカードをビラって見て、どれかな。聞いたからカードじゃない。これだ。なるほど、切り札あるね。てかそれだね、多分。一応ちょっと確認しようか。切り札だと仮定すると、ここがなんとかリコになるよね。外堀埋めよう。なんとかリコ、じゃがりこ。ん？ああ、なるほど、わかった。振り子切り札。振り子か。間違いなさそうだね。振り子運動。でも交通整理に見えるんだけど。これが脱臼したように見える。簡単にいけそう。だ、なんとか、なんとか、うん。わーカット。なんだその演技は、このダメ役者、やめちまえ。はい。大根、役者。大根、はい。
わらわら。大根役者。そっちできたか。大根。大根役者だね。正宗くんは自分をそのものに例えてジェスチャーしようとする。イカ役。ダンカンこの野郎。わあ。大根。何かジェスチャーしてって言われたら。やめちまえ。はい。糸編とか言われて、糸編のジェスチャーする。わら。なんとかでなんとかでの方が珍しそうだ。なんとかでを見てる。何にやついてんだよお前。そじゃね。なんでにやついてんの。派手？派手じゃないこれ。派手。派手か。すげえ派手な服着てるんじゃない？なんで似合って。派手か。え、じゃあ縦箱？キラキラしてるのか。向こう。あ、なんか空かな。箱っぽいな。箱だね。箱だね。わ、わかるんだけど、このすげえニヤニヤしてんの、これなんなの。そこもあるけど、箱の型がありそう。ただし中身はない。はい、派手箱かな。この盾をなんとか。ってあれ？あれこれは無理なんじゃないか。岩？岩？もう一回開けた。いつか犬だと思ってたが。え、これ何の音？石の可能性も。石？いて。ガタン、いた？いた？どんがらがしゃん。いや、これ全然わかんない。どんがらがしゃん。これ無理だな。もうヒントないもんね。もしょうがないな、これ。これが、あの、いたかな。ちょっとね、いや、わかんない。いた？初めて映像ヒントに頼る。映像ヒントに頼るしかない、これは。木星っぽいんだけど。映像ヒント。これはもう数しか中からしかない。いや、数って当たっても面白くない。なんもゲーム的に面白くないから。宇宙からで、しっかり正解を当てていこう。見よう。映像ヒント。いた。わらわら。いただったか。いたですね。いたで。いたでしたか。いただね。わら。いただった。は？わらわら。わらわら。え、いたの音なんてわかんねえじゃんこれ。いたかよ。わら。板をどうした音なのこれ。板の音ってあれなのか。板をどうした音なのこれ、マジで。何？割ったの？板、ガラスの反対側に割ったのかよ。割った？というかなぜ板を音で表現しようとした。わかりにくいですね。こういうの正宗くんに任せるべきだと思うんだけど。板。ジャブ台返しかな。正解。難しいな。
あ、チャーシューメーン。ゴルフ。これはわかる。ゴルフ。腰が入ってない。ああ。ゴルフ。フルってなんだ。フル。フルって何？ちょっと見てみようか。フル。じゃあ縦ゴリラで見たい。ああ振ってる。絶対ゴルフはやったことないです。じゃあ笑。フル。フルのジェスチャーこれなんだ。これカクテルとかじゃないのこれ。これシェイカーとか。フルのジェスチャーこれなんだ。これでフルは出ない。シェイクでね。フルか。五の盾を見ます。出しちゃってるし。まあね。五五。ゴリラ。ゴリラ。強要してそう。ゴリラ。わら。ゴリラ。五。ゴリラ。ゴロネ。わら。ゴロネ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 。ってない。あ、違った。ゴロネの方かしらね。ここの横を見て。なんとかロかもしれない。ゴロリ。黒？黒これ。白。ああ違う。黒黒黒黒。黒かわらわら。黒。わかるかいわら。黒わら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 。マサムネイ。もうちょっと確認しよう。わら。一番下の階に当ててからにしようか。わら。この男は五輪だ。はーい、丸辻さん、体温計いいですか？体型の白を指してちょっと熱がありますね。これはわら。微熱。ああ、微熱。ちょっと熱が。青でタイツになったくらいだから、わら。微熱かな。微熱か。ゴロネ、微熱。首？縦。縦首？これ。ナース？首？そしたら二文字の縦は首？首？縦が首？首のジェスチャー。わらわら。マジでさ。首だった。しちゃうさ。首だ、わら、ねっとり、わら、首だわ。首ですわ、わら。入れましょう。黒。微熱とゴロネと首。ここは微熱。鎖骨です。出遅れてしもうた。どうせ最後に見るだろうとか足元見てるマサムネくん。やった。難しかった難しかったなこれあパチパチパチありがとうございます猫じゃあ95問目いきましょうか95問目、四角いところが良いところ癒し画像追加四角いところが良いところ猫が追加されたあと何問わかんないあと100問ぐらいあるんじゃない今これ今日中に全部いけそうだね癒し画像わらわら100問で多分終わんねえから増えるから200問ぐらいになる最終的にそんなことないかなとりあえず7文字あるから7文字見てみようか7文字これ埋まったら強いからねあ
お化粧してる。コンパクトミラー。油取り紙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 。あ、そういうこと。油取り紙。こうシュッ、ああ。あ、じゃあ鏡じゃ、コンパクトミラーじゃないの。ファンデーション。ファンデーションかもしれない。すごいな、わらわら。あ、でもファンデーションかもしれないな。油取り紙か。パッと見じゃわかんない。わら。あ、ファンデーション入んないんだ。じゃあ油取り紙か。ファンデーションは8文字。ファンデーションは8文字じゃけい。ファンデーションは確かに。確かに四角いね。で、四角いし、そこから取り出してるんだよね。もうあの取り出してるから、多分あの、このコンパクトミラーからあの、パフみたいなのを出してるのかなと思ったけど、あそこからこう、紙を出してたのね、あれ。四角い。左の7文字見よう。四角い入れ物から取り出して、鼻の頭、確かに。油取り紙取った後にあの気になるから見るよね。どんぐらい取れたかなそこまでジェスチャーしてっから。油取り紙かなり濃厚ですね。よく見てみましょう。じゃあここ見てみよう。ほーら見てください。ちゃんと髪の毛を洗ったつもりでもこんなに油が詰まってるんですよ。これが抜け毛の原因です。毛穴。ああ、毛穴。なるほど。毛穴に油が詰まってる。毛穴。ほーら見てください。ちゃんと髪の毛を洗ったつもりでもこんなに油が詰まってるんですよ。これが抜け毛の原因です。なるほど。毛穴油取り紙。いいですね。入れちゃいますか。もう油取り紙正解。この3文字ももうヒントないから見ちゃおうか。交差してないんだよなこれ。ちょっと単語と網戸。え、もうシャラシャラになってんのはこれ何？レールを網戸が走ってるの？虫。滑りの悪い網戸だな。網戸はシャラシャラなる。すごい滑りの悪い網戸。ちょっと小石が詰まっているね。網戸ずらしたのかな。網戸か。ドン。結構な音立ててしまいましたけど。ドン。網戸？レールがザラザラしてるやつね。わら。網戸は察し薄いから響くよね。網戸だ。この6文字とか言ってみる。とで終わる6文字。ここ行きます。何度上がってる気がする。バレーボール。ドン。あ、違う。テニスだ。テニスだ、これ。テニスはわかるけど。テニスコート。あ、なるほど。6文字だ。確かに。テニスコート。ボールついて、四角いもんね、サーブ。
マサムネ君テニスしたことないのかな。テニスコートか。確かにそれっぽいけど。ないだろねー、わら。ないだろねー。サクッと入れてもいいものかどうか。他にも手で終わるものがないかな、これ。縦5文字いこう。縦5文字いく？縦5文字。縦5文字。ここか、ここか、ここか。この5文字をいく。なんとかなんとかなんとか、手なんとか。の可能性が高い。強盗ありだかバレーもありうる。あ、そうね、バレーもありうる。ジェスチャーが可愛くて笑う。なに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 、なに、全然わかんない。全然わかんないの。最後のがわからんのだが、わら。なんか糸通し的な、違う。この糸をですね、こう針の穴に通して、違うな。最後なんだこれ。じゃあ分かった、横の3文字。これノーヒントだけど。文字。わかった。ところてん。あ、え、あ、ところてん？あ、なるほど。この押し出して先っぽからウニョ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 ウっていっぱい出てくる。ところてん。あ、あ、あ、ところてん。なるほど。なるほど。賢い。かなりある。天才ある。あるあるある。ところてんある。なるほど。ってことはテニスコートところてん。入れちゃっていいんじゃないかなこれ。なんでわかるの？すっきりした、すっきりした、これ。わかんねえよ、わら。あ、入れちゃおう、これ、入れちゃおう。なる。正解。あ、すっきりだ、すっきりですね、これ。どうわかるね。すげえ。お、すごいパチパチパチ、すげえ。だね。とで始まる、横行こう。すっきりしたな、これは。言われてみればところてんなんだよな。豆腐。あ、あ、豆腐これ。あ、あ、なるほど。豆腐を手の上で切ってんのね。で切ってお味噌汁に、じゃあ入れ方雑。絶対バシャーンってこう味噌汁飛びつってるよ、この入れ方。ほら、ヒュンって手ひっくり返してる。絶対熱い熱い、わら。豆腐じゃない。ってことはここがいけそう。ふなんとかなんとか。ふバシャン。ふふりふりすふ。いや。フランスベッド。フランスベッド。あ、顔洗ってるよ。え？顔洗っただけで。フェイスタオル。フェイス、あ、フェイスかこれ。あ、なるほど。フェイスタオル。フェイスタオル。はあ。いけるね。フェイスは間違いないね。でも、タオル。すごいな。フェイスなんとかってない。入れちゃっていいかな、これ。そしたら横の4文字はこっち当たりかな。フェイスタオル入れちゃっていいかな。もう片付け。
正解。すげえ。フェイスタオル。フェイスタオルはすごいな。横聞きますじゃあ。公園？お、この鉛黒くない？お、この鉛黒くない？この鉛黒くない？浮き輪なのね。わらわら。浮き輪かぶって。浮いてる。か、浮こうとしてるねー。ダブル。わらわら。浮いてない。浮き輪にしては納得いかない。わら。まあじゃあ黒煙。浮くで。わらわら。ダブル。頑張って浮いてる。わら。難問すぎる。浮いてる。わら。ここの横に行ってみようかな。なんとか、お、なんとか。浮いてるのかな、これ。あれは。浮いてんのが微妙なところだよな。ホッチキス。しおり。あ、しおり？本読んでて。しおり。ん？なに？あ、ちょっと待って。で、挟んで。しおり。最後何？最後何？最後何してんの？最後の閉じ方もやっと、わらわら。最後の閉じ方もだけど。最後の閉じ方何？本縦に閉じてない？本をパッてこう、縦に。砂だけでは、わらわら。最後ホチキス止め、最後普通に挟んだ。しおり入れたとき左手が背拍子持ってる。え、こんなもんじゃないよ。しおり入れたときに左手が背拍子持ってる。ボタン付きの本なんてあったっけ。で、あー、なるほど。しおり入れたときに左手が背拍子持ってる。なるほど。はいはいはい。あの、ここでも背拍子持ってるね。で、片手で閉じながら、左手で閉じながら、右手で、あの、閉じたところを持って、で、あの、表紙が手前に来るように持って、テーブルにポンって置いてる。貴様のシュートは全て受け止めてみせる。ゴールか。ゴール。ゴールだね。ゴール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 。
ちよりしーしーしーってなんでしーのジェスチャーって。猫フラグ、わら、受け止めてみせるからのゴール、しー、わら、しー、わらわら、しーのジェスチャーってなんだよ。しドリルになってグリ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 って、またドリルの気持ちになっちゃってるんだよな。新しい問題追加された。何も増えたこれ。ゲッターズ銃も増えた。電動ドリルとかでなく、わら、難易度上がってきたな。やったぜ、ついに星3つが。プロテンプロテンってググム流れないんだな。ゴールが遠のいていく。ほとんど星3。わら、この靴はオランダ。よし、やった。じゃあ次行くぞ。いいラストぐらいでしょうか今日は。疲れてもうね、時間経つし、そろそろラストにしましょう。いや神ゲーだなこれマジで。このゲームマジで再スマホで出せばいいのに。横6文字見ようかな。あ、音だこれ。横6文字よ。あら牛乳古かったかな。古かったかな。なるほど、でも食あたりいいですね。食あたり、食あたりかな。縦でちょっと確認しましょう。ノロウイルス、先輩、あのこれ
んでもらえますか。すまない、僕には好きな人がいるんだ。ラブレター、恋文、ラブレター。失恋。なるほど、死で始まって失恋。なるほど、食あたり失恋ありそうですね。ちょっと考慮しましょう。じゃあ、レで始まりそうな感じのところ。電話してる？連絡もっぽいから、ね、ピッ、あ、これクーラーだ。クーラー、これはいけますね。全部いけますね、これね。入れましょう。クーラー、これも前に見たぞ。前見たときはリモコンとかだった気がする。クーラー、連絡、リダイヤル。そんなジェスチャーある？なんだろう、リダイヤルっぽい。本当にそんなジェスチャーある？ぽいね。リダイヤルってサービス名じゃないの？リダイヤル、それっぽくはあるね。それっぽい感じがする。まあ、縦よ、ちょっと先に埋めよう、この部屋を。じゃあ、縦の行かんがあった、今何があっても。多分2文字が見てみれば。え、なになに、ジャグリング、玉か、お手玉の玉。これ見たことないっけ。お手玉の玉、見たことあった気がするけど、ジャグリングにしか見えない。玉、見たことある。玉だとして、ここ、そうするとリダイヤル玉だとすると、マダムのジェスチャー。マダイ、マダニ。これマダムか。マダオ。マダムだ。わらわら。マダムか。わらわら。マダムだこれ。もう、わらわら。わらわら。マダムだ。わらわら。わらわら。放送時間大丈夫？マダム、わら。マダム、わら。リダイヤル。リダイヤル、わかんないから、この辺の横を確認しとこうか。ヤかアなんだな、ここの横が。ここがヤかアかわかんないから。2文字目がヤかアの3文字。見ればいい。え、てててててて。大丈夫ですか？今消毒しますね。
消毒。えてて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 。大丈夫ですか？今消毒しますね。手当て。あ、手当て。なるほど。手当てか。手当て。はい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 。ああ、いいですね。入れちゃおうか、これ。リタイアル手当て。手すりだこれ。前見たぞ。前見たぞこれ。前見た。先週見たね。見たね。わら。手すりだよねこれ。これも見たな。わら。もう見た。もう見た。手すりだと思う。ここの横とか多分そこか。あれ？わかんなくなったぞ。わかんなくなったぞこれ。あれ？ウイルスか。ブラクラ。ウイルス。ウイルス？これ、あ、何これ、何やってんの？ウイルスなの？え、だから…ポップアップウイルスじゃない？なるほど。さすがだな、アミジェ。なんか、また政宗くんがウイルスの気持ちになっちゃってるわけですね。あ、パソコンやってるのか。僕の方か。あ、パソコンの方。あ、で、ポップアップでバンバン、ブラクラじゃん。僕の画面に変なの出ては、ポップアップがいっぱい増える、わら。ブラクラってウイルスじゃないんじゃない？わらわら。ブラクラ。いや、ポップアップ出るのウイルスじゃないでしょ。ウイルスの気持ちになるですよ。はい、手当てウイルスね。手当て、手すぎだ、手すぎ、手すぎ。エラーが出続けウイルスあったからね。まさむね君実は使いんち。ウイルス。まだ変なサイト見て。当たってる。いけそう。テイ、テイなんとか。やだ、真っ暗じゃない。ヒューズ飛んだの？あ、テイ、テイ電か。テイ電、テイ電。やだ、真っ暗じゃない。ヒューズ飛んだの？停電。停電ぬ。停電。ヒューズのエースまだあるの？ヒューズって。ヒューズ飛んだの？ヒューズの家ってあるのかな？ない、ないんじゃないかな。ない、ないことはないんだ。だって。ブレーカーが、このブレーカーを落ちないように無理やり、無理やりこのブレーカーを上に固定したら多分ヒューズ飛ぶよね。どっかにある、はい、じゃあここ田舎にはあるやろう。ブレーカーの下にヒューズない？多分火が出る。火が出る。一応陶器製の配電盤だとヒューズ入ってるけど今はないだろうな。ないんだ今。え？ピッキング、ピッキングしてる。ピッキング、ピッキング、ピッキング、今ないんだ。え？ピッキング、あ、ピッキングそのものこれ。ピッキングなの？あ、ピッキングが入るこれ。あら、え、そんな、
その正宗くんがそんな分かりやすいジェスチャーするわけないじゃん。でも多分電柱の上のブレーカーが落ちる。じゃあ分かった、ここの縦を確認する。この縦、何その煽り、わら、でもピッチングだな。こんな素晴らしい景色がこの世の中にあったのか。こんな素晴らしい景色がこの世の中にあったのか。神秘、神秘、神秘。ピッキング、そうなんだ、ピッキングだとしたら神秘だな。確かに隣のも見る？で、俺すごくね、ピッキングなんだよね。縦に行く？縦に行こう、縦に。ダメ押しの縦に。縦に。脇に挟んで。あ、熱が、あ、熱だ。熱があるんだな。熱。熱いけるね。入れちゃおう、ピッキング熱を。神秘も相当濃厚ですよ。神秘も当たってそう。神秘だとしたら、なんとかんねなのか、これ。なんとかんね。いや、ぶっちゃけ、部長の言うことマジわかんないっすよ。あ？いや、ぶっちゃけ、部長の言うことマジわかんないっすよ。本音。本音だわ。本音、あ、なるほど。本音。本音。腹割って話し合ってる感じだね。無礼講で本音が出てる感じだね。本音で神秘。はあ。いや。いや、なんだ。っていうか、みんなしてすごい正宗くんのことを理解してない？なんか早かった気がする。すげえ早かった気がする、今日。特速よ。先々週あたりめっちゃ、ってこってた気がする。正宗くん。扱いに慣れてきてる。じゃあ今日は2時間ぐらいもやっちゃったんで、今日はこのぐらいで終了しましょう。いやー。なんだ、いける気がする。みなたそがプロタイプで正宗くんとね、本当に理解度が上がってきてるから、クリアまでプレイできるね、このゲームね。そのまま続けていけばいけるね、このゲームはね。クリアできるこのゲームクリアできる気がしてきた。金曜日はいろいろと用事があるというか、他のことをね、リスナー総正宗一人じゃちょっと無理ですね。金曜日他の放送とかやる感じになるので、金曜日なんですけど、実は例の三国ジャスティスって、あのケーブの新しいスマホゲームね、俺たちが正宗になることだ、あれの公認放送を やってみたいな話があって、でそれを金曜日に康介さんとかね、正宗さんとかと、あとマックもかな、4人で
金曜日にやるっていうことになったので、金曜日じゃなくて、クロスワード天国は日曜日にやろうと思います。来週日曜日もやります。よろしくお願いします。お疲れ様でした。あ、まだ金盗まれたままです。あれ本当なんでかな。もしかして URL 変わるのかな。楽しかった、オツです。お疲れ様です。オツオツコウスケさんってさい俺のオツでした。そうそうそう、お疲れ様です。お疲れ様でした。オツです。オツです。オツです。今セーブしたよ。オツです。オツです。オツオツオオツオツオツでした。オツでした。ほいペロポン。というわけで一旦終了します。バイバーイ。じゃあねー。おつです。